皆さんこんにちは、ゆうちゃんこと田中優子です。えっ、ー、と今日はあのセクシャリティの私の三大事件をお話ししたいと思います。一つ目がえっ、ー、と私20年くらい前なんですけど大学時代にあの振られたんですね。でその振られ方がえっ、ー、と優子さんがあの彼と寝ないから私が寝取りましたって言われたんですよ。でもすっごく衝撃的で確かに私怖くてあの彼とセックスができなかったんです。なのでなんかそこでもガンってなったっていうこととで二つ。 2つ目が今の旦那さんとやっぱりすごく夜の生活で悩んでたっていうことがありますで3つ目があのー、約2年くらい前からすごい線に明るいお友達が急に増えたんですよ あの元 AV 女優さんとか元売れっ子風俗嬢の方とか現役40歳過ぎても現役風俗嬢の方とか増えてあれって思ったんです彼女たちと話しててなんか私が思ってるなんか暗くて陰美で隠しておくべきものは性みたいな感じじゃなくてなんか明るくて楽しくてポップでなんか「イエーイ!」みたいな「楽しんでいいぞ!」みたいなのがひょっとして性だったみたいな。 のがあってなんかそんなこういう閉じ系のセクシャリティの方たちのために何か伝えることがあったらいいなと思ってお伝えしたいと思ってますなのでご興味を持った方は Twitter のフォローとか LINE アートで情報を発信していきたいと思いますのでご登録お願いします。